駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。私自身ですね、今小論文の指導、社会人の方や高校生の方、大学生の方にどんどん毎日1対1でお伝えしているわけなんですよね。まあその中でこういう動画を使ってですね、まあいろんな方にももっと広く情報をお伝えしていきたいというふうに思っているわけでございます。ということで、前回の動画で作った小論文の基本は概念の理解ですよって話をしました。で、今回はそれをより普遍的により広げる形でですね、まあ小論文の基本テーマである自由と平等というところをもうちょっと深く見ていきましょうというテーマをやっていきたいと思います。実はですね、まあ小論文をやる上で大事な知識の理解って結構大事なんですよね。多くの人は表面的な書き方とか自分の考えばっかり考えるところが多いんですけれども、自分の考えってですね、知識なしでは絶対無理なんですよね。これが私が前から思っているアクティブラーニングの最大の問題点だというふうに思っています。まあ高校の授業とかでもそうなんですけれども、アクティブラーニングでも今言われるようになってきているんですよね。これ何かというと、自主的に子供たちとか高校生とかが自分で調べて、それをもとに発表するみたいな、そういったところですよね。今までのただ暗記するだけじゃなくて、自分で考えるってプロセスを入れると。ただ一番のポイントとしたらですね、知識なしで考えると結局間違えるってところなんですよね。これ昔からアクティブラーニングの批判で言われているところでございます。まあ何かというとですね、自分自身がですね、例えば集団の中で話し合って、例えばなんですけども、演習率4でいいんじゃねって言ったら演習率4になるんですよね。はい。そんなわけはないじゃんというお話なんですよね。はい。何かというとですね、みんなで話し合ってそれが正しいかったらみんなの多数決で決めてそれを発表しましょうみたいになっちゃってるところがアクティブラーニングの問題としてあるんですよね。まあそうじゃなくて、知識ゼロで考えると間違ってしまうことがあると。だからこそ知識を得ながら自分で考えるっていうのが大事なんですよね。っていうところでですね、まあ知識編でございます。知識を身につければ小論文は書けるようになる。そういったところのテーマで、基本テーマ自由と平等というところをやっていきましょう。で、実はですね、自由と平等という概念って、遡ればですね、まあヨーロッパの市民革命の頃まで出てきますと。はい。高校の授業とかでやりましたね。中学校でもやりました。権利の昇天とか出てくるですね。政教徒革命、ピューリタン革命とかがイギリスで起きて、それが要は市民革命の始めですよみたいなお話をしているわけですよね。それまでのですね、王様とかに支配されている世の中ではなくて、自分の自由をもっと叶えていくべきだみたいなところになってくるわけですよね。で、そういう流れの中、一番初めに出てきたのはですね、はい、国家からの自由というものが言われるようになったわけですね。はい。国家からの自由。これ何かというとですね、当時は王様とか、はい、貴族で偉い人がいたと。で、そういう人がですね、要は、市民。まあ、市民の中でも要は金持ちなんですよね。金持ちじゃないとこういう政治とか関わらないんですよ。なんでかというと、貧しい人って政治にかかる暇なんかないんですよね。だから金持ってる人がめっちゃ稼ぐと。にもかかわらずめっちゃ税金で持っていかれると。そんなおかしいよねと。だから国家は、まあ、例えばですね、警察を雇うとか、消防に人を使うとか、軍隊を用意するとか、まあ、そういったものにお金をかかるのに税金取られる、まあ、払っても仕方ないとは思うと。でもですね、そういうもので全部自分の財産持っていかれたりとか、あるいは平等じゃない税金の取り方するのはやっぱりおかしいよねと。だからこそですね、国家としてはどこまで認めて、どこからが自分のところ、要は勝手にやっていい範囲ですよっていうのを明確にしなきゃいけないっていうふうに言われたんですね。だからこそ国家からの自由、つまり自分の財産を国家から守るというところが実は自由の走りなんですよね。別に国家が個人を守るとか一切出てこなかったのが一番初期の自由ですよね。で、ここからだんだん、変わっていくのがですね、新たに出てくるのが国家による自由っていうものが出てきます。まあこれ何かというとですね、例えば貧しい人をほっとけばいいよみたいな話じゃなくて、生活保護を提供しましょう、給品法を使いましょう、あるいは工場労働者を守るための工場法を作りましょうみたいな形で、はい、自由を何でもかんでも認めましょう。まあ1についてはですね、最低限の範囲を除いてあとは自由にやっていいよなんですけれど、そうじゃなくて、国家があると、ある程度個人の自由を保障しましょうみたいになっていくのが国家による自由っていうものができるわけなんですよね。これが何かと言いますと、例えば貧しい人であるとか、あるいは家で子供が虐待をされている。でも子供、親には子供を付き添って教育したり、自分にとって正しいと思う教育方針で教育する自由があるんだ。要は国家はそういうのに関与すべきじゃないみたいなタイプの自由があったんですけども、そうじゃなくて、国家がそういうところの自由を保障するために、ある意味自分のプライベートの範囲、私の範囲にまで入ってくる必要があるんだっていうふうにできたのがこの国家による自由というものですよね。で、最後三つ目にですね、国家への自由というものも生まれました。まあ、これ何かというと、要は参政権、政治に参加する権利のことですよねと。例えば昔は政治っていうものはですね、はい、金持ってる人しかやらなかったわけですよね。おまけに言うと、財産を持っている、はい、男性、しかも、まあ、年寄りしか政治に関わっていなかったと。それが日本だと1925年において男子普通選挙法っていうのができました。これが何かと言いますと、1925年の時点ではですね、
25歳以上の男性であればみんなが投票権1人平等に1票を持ちますよと、で賛成権も一応ありますよみたいなところになりました。でそこだと女性が省かれてるんですよね。だからこそ1945年で終戦後に、認められたのが男女普通選挙、つまり男性だけじゃなくて女性も選挙の選挙権があるし、また賛成権、国会議員になる権利がありますよということで、まあ、国家に関わる自由っていうのも出てきたわけですよね。まあ、こういう順番で自由っていうのは拡大してきました。まあ、ここでポイントとなるのはですね、昔は、はい、国、要は公とも言いますけれども、それと、はい、私という範囲はですね、昔からまあバチバチとやり合ってるわけなんですよね。もともとは、では金持ってる人はですね、自分の権利を認めてほしい。でも、まあ国家が勝手に徴税していったり、必要以上にですね、税金を持っていったり、いろいろ言い出してくるのは困るから、国家は全く関わらないでくれ。つまり、国家は最小限のことだけやればいいよ。私は私で勝手にやるよ、みたいなところから生まれたのは国家からの自由というところでした。で、そこからですね、まあ、国家による自由、私の範囲、例えば私が好き勝手やってもいいにしても、例えば子供を虐待していたり、あるいは、生活水準がものすごく低かった場合は、国家が積極的に介入していくことによって私を支えると。で、あとは国家に対して私が参加していく権利、国家への自由っていう、そういうところでだんだんこういう順番で普及していったんですよね。で、これらってどちらかというと矛盾する概念でもあるんですよね。つまり国家からの自由を認めすぎると、はい。要は家の中で虐待していても何でもいいと。で、だからといって国家による自由、国家がやたら介入するようになっちゃうと、例えばですね、好きな、本当は例えば個人が信教の自由とかがあったり、あるいはもっとこういう規制を乗り越えてですね、商取引をやりたいと思ってもそれを邪魔する働きになってしまう。つまり自由がどちらにしてもこれバランスを取っていかなきゃいけないというところになってくるわけですね。で、国会の自由についてもですね、最近は18歳選挙権になりましたけれど、本当18歳でいいのかどうかみたいなところにもなってくるわけですよね。またですね、日本の投票制度、まあなかなか面白いというか、例えばですね、在日の人に投票権は認めていないわけですよね。地方選挙の場合はちょっと変わってきつつあるみたいですけれども、あるいはですね、生活保護を受けている人、まあこういう人も当然1票あるんですけれども、ホームレスの人って実は投票権ないんですよね。なんでかというと住民票がないから。はい。だからですね、まあ本当にそれでいいのか、みたいなところにもなってくるわけなんですよね。だからですね、自由といってもいろんなタイプの自由があるわけです。だからそれぞれの自由のできた背景を知らないと、やっぱりなんか何でもかんでも自由を認めるとかになるわけですよね。あんまりそれをやりすぎるでは貧しくなる自由とか飢え死にする自由もあるみたいな形になっちゃうわけなんで、どこまでが国家が介入していいかっていうふうな、前回も言いました、そういう範囲付けが必要になってくるわけなんですよね。っていうところで、まあ自由というところがありました。で、国家による自由みたいなところは割と平等主義的なところがあります。つまり一人が皆がですね、平等に、はい、権利を守るべき、守られるべきだという発想にもなってくるわけですよね。で、フランス革命の時は自由と平等。はい。この二つのキーフレーズ、プラス、もう一つですね。はい。博愛という言葉が使われていました。要はあまねく、要はまあ友愛とも言います。要はですね、はい。まあ皆の個性を認めていくとか、あるいはですね、まあ仲良くやっていきましょうみたいなところですよね。はい。自由と平等と博愛。で、実はこの博愛がないとですね、基本的にはみんな殺し合いになっちゃうんですよね。金持ちから財産を奪うべきだ、みたいな話になっちゃうと。だからそういうところでですね、自由と平等の行き過ぎを防ぐために友愛が必要だというふうに言ってました。でも最近はこういうの結構薄れてきているんですよね。だからこそですね、この友愛というところをどの程度政治に入れ込むべきか、みたいなところが必要になってきていますと。で、ここのポイントとしたら、自由と平等っていうと二項対立になっちゃうんで、そうじゃなくてそこに博愛も入れることによって、まあバランスを取ろうとした。みたいなのがフランス革命の理解の仕方なんですよね。で、小論文を書くときも実はですね、こういう市民主義革命の流れとか、はい。要はですね、これ倫理社会とかで、倫理とかでやったりもするところですよね。高校の教科で言いますと。あるいは現代社会であるとか世界史の中でやってくる、この辺の話。その辺の話を知らないで小論文を書くのって結構難しいんです。なぜかというと、こういうですね、まあ現代社会で問題になっているテーマって、要は、歴史の上に基づいて、歴史的な合意の上に基づいてやっているわけなんですよね。だからその辺の歴史を知らないで語ると、やっぱり小論文で変な形になっちゃうんですよね。なんかわがまま放題の自由を認めるべきだみたいな、そういうありえない議論になっちゃったりする人もいるわけです。だからこそ小論文を学ぶんだったら、まあここまでの話全部、まあ忘れてもいいんで、ここだけを覚えていただければと思うんですけれども、はい。社会科、特に、はい、世界史、あるいは思想史。この辺の理解をゼロでですね、小論文書くってありえないんですよね。はい。でもほとんどの場合はですね、小論文って言うと国語の教科だと思う人もいます。だってなぜかというと書くからですよね。で、実際国語の中でこういうのを教える人もいますけれども、実際の話これ社会科なんですよね。で、私もともと社会科の教員なんですよね、高校ではずーっと。はい。で、その中でもやっていたのは、やっぱりこういう社会科的な知識、特に世界史とか思想史の知識がないと小論文で絶対書けないんですよね。
にもかかわらず、あんまりその意識せずにやってる人があまりにも多いんで、なんか非常に嫌だなって思ってるんですよね。で、だから私がなんで、社会科の免許しか持ってないけど、なんで国語っぽいことやってるんですかって言うんです、言われることがありますけども、そんなことないよと。小論文ってだって社会科の知識ないと書けないですからね、という話をしているわけなんですよね。というところで、はい、小論文書こうと思ったら、まず世界史や思想史、特に近代思想史のところを勉強しましょうというのが今回の結論ですね。まあ、全部忘れてもいいんで、ここだけ覚えていただければというふうに思います。まあ、早く言えるって話なんですけどね。ということで、まあ、社会科的な知識、それをぜひ学んでいく努力をやっていっていただければと思います。小論文を書くためには社会科、特に、はい、世界思想史の知識を身につけましょうというのが今日のテーマでございます。で、私の、塾ではそういったところもお話ししておりますので、そういったところで皆さんですね、知識をつけていっていただければというふうに思っております。まあ、こういった情報発信をですね、毎日やっておりますので、もっと見たいという方は、いいねボタンやチャンネル登録ボタン、また、プロフィール欄からメルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。今回も最後までご覧いただきまして、大変にありがとうございました。また見てください。それでは。